はい、428続きですが、圧にね、ここからジャンプできると思いきや、ここジャンプできないんですよね。なんか知らねえけど。だからまあ別の人行くか。田中守さん、田中守さんルートを行こうかな。あいつは死んだよ。こんな顔だっけ。ワゴンで焼死したのは田中守とテレビのニュースで繰り返されていた。これってどういうことですか。千秋がぼんやりと口にした。お父さんがワゴンの中で自殺したって、花ちゃん確かにそう言ってましたよ。考えられるのは花ちゃんが嘘をついたってことだな。みのりかは頭をかきながら言った。でもどうして。首をかしげる千秋に小津が呆れた口調で言った。まあ私たちを騙そうとして遠山さんが嘘をつかせたんでしょうな。娘を使って急場しのぎとは何ともご立派なお方だ。何とでも言えとみのりかは腹の中で思った。腹の中で。何はともあれ遠山は生きている。生きているのならヘブン出版を救う道は残っている。来月号をきっちりと出版して、その次の号でスクープ記事を掲載する。それで万事うまくいく。そうかな。まあいい。遠山さんが死んでないならここで待たせてもらいますよ。帰って。おずはソファーに腰を下ろした。くつろがないで。ほら、お前らあの男が隠れそうな場所知ってんじゃねえのか。瀬川がイライラしてこう大声を上げる。知りませんよ。てか思ったんだけど、千秋ちゃんのそのピアス何、鍵、栓抜き。栓抜きだったら超センスあるな。知ってたって教えるもんですか。だとはまあ。千秋と瀬川が額をぶつけ合う。ゴンと鈍い音がして二人とも頭を抱えた。あ、痛。あ、結構痛そう。まあ千秋も落ち着けって。とりあえず俺は遠山さんが行きそうな場所の手がかりを探す。お前は自分の原稿を書いていろ。みのりかはそう言うと遠山の机を探し始めた。おや？急に協力的になりましたね。来月号の企画を変えたいんでね。さすがに編集長の許可なく進めるわけにはいかないんだよ。口ではそう言いながらも探していたのは噂の大将のバックナンバーだった。確か大沢の記事は創刊号に載っていた気がする。あ、そうだね。大沢に関するスキャンダル記事と交換に世界のパワーバランスが変わるという大ネタが手に入る。そのネタがあれば来月号を無事に発行することはもちろん、爆発的な売り上げを叩き出すことだってあり得るのだ。分厚いブックファイルをパラパラとめくる。すぐに目的の記事は見つかった。勢力結婚を仕組まねばならない大越製薬の台所事情。はん、大きな見出しが目に飛び込んできた。早速記事を読み込んでみる。要約すると内容はこうだ。大越製薬の重役が娘を人身誤教にして、違う、瞳誤教にして大沢健二という研究者の流出を引き止めた。しかし娘には結婚前に付き合っている男がいたという。大沢が調べてほしいと頼んできたのはこの結婚前に付き合っていた男のことなのだろう。愛ね、田中守なのかな。記事を書いたライターに聞けばすぐにわかりそうだ。ライター。みのりかは文末を目で追った。そこにあった名前は、あ、なんとこの記事を書いたのは遠山だった。おい、まだか。早く遠山の居所を教えやがれ。瀬川が怒鳴り声を上げる。元気ね。適当に相手をしておかないとダメなようだ。めんどくさいわね。何々さんと別れさせたらとではないかということだ。え、名前書いてあんの。彼氏さんって書いてあんのかな。そんな、手ぬぐい業者との確執。今調べてる。ちょっと待て。わざとらしく机の引き出しを開いたり閉じたりした。開いたり閉じたり。引き出しの中には電気やガスの請求書、蕎麦屋の出前のメニューなどが雑然と押し込まれていた。早くしろ。瀬川がしびれを切らしている。ちょ、走り回ってこいお前。とりあえずここは機嫌を取っておこう。いや、取るなら出前の蕎麦がいい。いやって、これ A にかかってるじゃん、 B が。蕎麦食べたい。お前ら腹減ってないか。蕎麦でも取ろうかと思うんだが。そんな場合じゃねえだろ。
すかさず瀬川かとなった。お腹減ってないの？だいたい蕎麦ならさっき食ったとこだ。めちゃくちゃまずかったけどな。どこの蕎麦屋さんかな？有り余る体力を発散させるかのように瀬川がシャドーボクシングを始めた。動いていないと落ち着かないらしい。ちょ、多動症か。噂の大将のバックナンバーは見つかった。あとは千秋の原稿とかこっちはまだのようだ。もう少し時間を稼がなければ。ところであんたら KOK って知ってるか？ KOK? 瀬川が動きを止めた。実は今日取材する予定だったんだ。あいつら相当強いって聞いたが。ふん、俺の相手になるとしたらせいぜい遠藤あちぐらいじゃねえか？ただあいつはもう KOK を抜けちまったらしいがな。ほうほう、それで？なんでも今は進むってやつがまとめているみてえだぜ。話してくれるな。進むという名前は聞き覚えがある。爆発現場で喧嘩していた男たちが口にしていた。けどまあ、あちが抜けた後はもうひどいありさまだ。ひどいありさまとは？みのりかわはテンポよく聞く。昔はカツアゲや盗みなんかは絶対やらなかったんだよ。初代ヘッドのあちがそういうの大嫌いだったしな。あちが抜けてからは凶暴っつうか、血の気の多い連中が増えてな。まあ今の KOK には関わらない方が身のためだ。バカほど怖えもんはねえぜ。言うねえ、ふむふむ。それで、KOK のたまり場って言うとインフェルノだったよな。ああ、裏原塾のな。裏原塾？通称裏原。JR 原宿駅から竹下通りを通進し、明治通りを渡ったあたりを中心とした一帯。民家を改装した小規模な服飾雑貨店が多い。個性的、先鋭的な商品を並べてる店がほとんどで、若い世代のファッションを先導している。へえ。なんだよ、お前よく知ってんな。裏原宿か。うまい具合にインフェルノの場所を知ることができた。その時、瀬川がハッとした。そうか、さては遠山はそこにいるんだな。って、あの雑誌者がそんなとこ行くわけねえか。ちょっとあんたうるさい！千秋がキーボードを叩きながら瀬川に文句を言った。ちょっとそのパソコン何ちょっと、千秋ちゃん、私もやろっかな。斬新！斬新すぎ。んだ、この甘の、電話だよ。俺の電話だ。みのりかわは懐から携帯を取り出した。あれ、遠山さんじゃん。液晶画面には遠山の名前が表示されている。慌てて電話に出た。遠山さん、今どこだ？千秋、大手瀬川の3人が一斉に振り向いた。いや、その、まったくなんでバカな嘘つくんだよ。仮にすべてのページを埋めて返済を待ってもらっても、やっぱりそれは急場しのぎに過ぎなくて、借金地獄なのは変わらないんだ。だったらいっそ死んだことにして姿をくらませば。じゃあなんで電話してきたんだ。みのりかは大きなため息をついた。あれか、田中守の名前が報道されたからかな。あんたが生きてるのはとっくにバレてるって。そんなくだらない嘘急場しのぎにもなってないぞ。携帯の向こう側ですっとんきょうの声が上がった。いいかよく聞けよ。借金ならすぐに返すことができる。どういう意味だ？どでかいスクープを掴んだ。記事にできれば噂の大将100万部すったって完売するぜ。お、本当か？遠山の声が色めき立つ。詳しい話をしたい。とにかく戻ってきてくれ。しかし、編集部にはサラ金の連中がいるんだろう。だったら今から迎えに行く。どこにいるのか場所を教えろ。バレちゃうバレちゃう。その瞬間をずっと瀬川の目が光ったのが分かった。とっさにみのりかわは起点を聞かせた。わかった。宮下公園だな。すぐに行くからそれまでそこを動くなよ。おずと瀬川はにやりと笑うと急いで表に駆け出していった。バカだな。こんな嘘もわかんないの？ふん、奴ら俺のハッタリに引っかかって宮下公園に行ったよ。ちょ待って、宮下公園にいるんじゃない？みのりかわはふんぞり返っていった。で、遠山さん、本当は今どこにいるんだ？バカ野郎！俺は今宮下公園にいるんだ！あまりの間の悪さに頭を抱えたくなった。なんでそんな場所にいるんだよ。お前こそなんで宮下公園なんて言うんだよ。起点を聞かせてやったんだろうが。聞いてない。喧嘩してる場合じゃないです。電話でのやりとりを聞いていた千秋が割って入る。
そうだな。とにかく奴らがそっちに向かっている。どこか話のできる店に移動しよう。そこで待ち合わせだ。ああ、わかった。なるべく気兼ねしなくて済むところがいい。ロートレックじゃない？店員に余計な詮索をされるのも困る。みのりかは、蕎麦屋？でもなー、さっき、いや、ダメだ。あの蕎麦屋って多分、あちが最初に行ったお蕎麦屋さんだと思うから、そこのおばちゃんは詮索好きだきっと。やっぱりロートレックにしよう。今日何度となく行った駅前の喫茶店を指定した。わかった。駅前の喫茶店ロートレックだな。そこで落ち合おう。遠山が電話を切ると南川も荷物をまとめた。締め切り厳守。千秋、原稿の進み具合は？まだちょっと、もう少し、という感じです。よし、パソコン持ってついてこい。かけたところで読んである。え？南川と千秋は急いで喫茶店に向かうことにした。ところが編集部を出ようとした瞬間。ん？先にドアが開いた。あ？ん？入校時間まであと14分57秒。え、誰？入校、ライターから編集者に、編集者からデザイナーに、といった具合に次の作業をする人に原稿を渡すこと、当然これが遅れるととても迷惑がかかる。56秒。55秒。え？え、なにこれ？あ、こいつあれじゃん。電車に乗ってたやつじゃない？派手なネクタイをした細身の男が懐中時計を見ながらデスクに腰を下ろした。なんだお前は？みのりかわが怪訝な顔をする。待ち合わせ時間の15分前には必ず到着すること。これ、社会の常識。細身の男はまるで話を聞いていない。待たせてもらいましょう。あと14分20秒だけね。みのさん、この人さっき、入校時間がどうのって言ってませんでした？千秋が男の顔をチラチラと見ながら言う。おいお前まさか、印刷屋か？なんだって？みのりかわが聞いても男は返事をしない。何無視しているんだ？お前印刷屋なのか？それでも男は黙っている。お前いい加減にしろ！みのりかわが頭に来て怒鳴ると男は静かに懐から名刺を取り出した。てかこの人全然忘れてたな。キャラ立ってるなぁとは思ったけど、どこに出てくるかなぁとも、もう忘れちゃってたよ。私はお前という名前ではない。名刺には、超日本印刷株式会社営業部第一課、片山光一郎？と書かれている。新しくヘブン出版の担当になった片山です。よろしく。ちなみに前任者は交通事故に遭って入院しました。え、前任者？薄い札用？ 39 歳独身。長年超日本印刷株式会社に勤めているベテランだが、推しが弱いためいつも出版社の無理を聞いて胃を痛めている。今日の午後1時10分頃、車で取引先に向かっている途中、道に飛び出してきた男女を避けようとして横の車に衝突、病院に運び込まれた。道に飛び出してきた男女ね、誰だ？誰？あ。あ、嘘、これ映ってた？全治2ヶ月とのことです。こんな、な、見えない、こんなの。そっか。その片山が何の用だ？校了時間の8時まではまだ時間があるだろう。8時？何の冗談ですか？我が社の校了時間は5時半と決まっています。え？片山はまっすぐ緑川を見つめていった。そっちこそ何の冗談だ。こっちはここの社長から校了時間は8時と聞いているんだ。すると現在原稿はここに存在しないと。ないというわけではない。完成していないだけだ。とにかく8時まで待て。みのりかわが食い下がると片山は眉を潜めた。嫌だ嫌だ。出版社と印刷所の慣れ合いってやつは。確かに前任者はそちらの都合で校了時間を伸ばす人間でした。しかしこの私が担当になったからには例外は認めない。校了時間は5時半。厳守してもらいます。残り時間はこんな話をしている間に12分32秒。なんだこいつは。片山は懐中時計をこれ見逃しに突きつけた。ふざけるなお前何様のつもりだ。みのりかわはビシッと片山を指さした。
お前たちはこの俺の書いた原稿を印刷するんだぞ。そのありがたみが分かっていないのか。いいか、待て、とにかく。3日ぐらい待て。あと3日ぐらい待つ男気を見せてみろ。無理です。そっか。片山はあっさりと言った。残り10分46秒。貴様。印刷屋だからって調子に乗るなよ。調子に乗っている？調子に乗っているのはあなたたち、出版側の人間でしょ？どんなに偉そうなことを言っても私たちがいなければ印刷物は作れないんですよ。それを忘れて平気で考慮時間を破ってこちらにまで残業を迫る。一体何様のつもりですか？はい、残り10分20秒。ギリギリと緑川の歯ぎしりが聞こえてくる。いつものように得意のペースに持ち込めない。冷静で自分のスタイルを変えない片山は緑川にとってやりにくい相手だった。しかしこのまま引き下がればゲームセットとなる。残り10分7秒。無理とは分かっていても決められた時間までは待つ。これ、社会の常識。片山の口癖。これまでに出てきたこれ社会の常識は3つ。待ち合わせ時間の15分前には必ず到着すること。無理とは分かっていても決められた時間までは待つ。もう一つはさて何でしょう。電車の中では電話しないみたいなことでしたね。懐中時計とにらめっこしながら片山はつぶやいた。ダメだ。この男を言いくるめる方法が見つからない。どうしよっかな。ちょっといいですか？高々と千秋が手を挙げて前に出た。何でしょう。一度交わした約束を守るのも社会の常識ではないでしょうか。そうだそうだ、言ったれ言ったれ。考慮時間を8時にするというのは私が決めたわけじゃない。でも前任者の責任は後任者の責任でもあると思います。そうだ。千秋に言われると踏むと片山は腕を組んだ。お嬢さんの名前は？千秋。磯千秋と言います。片山の顔が一瞬華やいだ。いい。そのお堂々感が実にいい。やばい、変態だ。出版の人間にありがちな傲慢さがない。は？千秋はあっけに捉える。そのつつましい態度に免じて7時まで待ちましょう。最大限の譲歩です、こいつ。よし、その条件を飲んだ。飲んだか。緑川は片山に向かって叫んだ。いや、君に言ったわけでは。ただしこっちからも条件がある。片山はわずかにのけぞった。条件を出せる立場ではないと思うんですが。黙って聞け。お前にはこれから俺たちについてきてもらう。え？なぜ？出先で原稿が完成するからその場でデータを CD に焼いて渡す。そのためだ。仕方なさそうに片山は大きなため息をついた。まあいいでしょう。ここで待つのも暇ですから。やった！仲間が増えた！片山がしぶしぶ納得すると緑川は小さくガッツポーズをした。よし、千秋。お前のパソコンにここまでできてる DTP のデータをコピーしろ。了解しました。千秋は手早く編集部のパソコンからデータをコピーする。OK です。よし、それじゃあ行くぞ。緑川は千秋と片山を連れ、遠山の待つ喫茶店へと急いだ。いやー、いいですね。パーティーが増えて。こんにちは。喫茶店に入って店内を見渡すとすぐに遠山を発見した。緑川はこっちだ。周囲に注意を払いながら手を振っている。そのそばで花がムスッとした顔でジュースを飲んでいた。お客様ご注文は？ウェイトレスが来て緑川に尋ねた。水。水だよね。水だけでよろしいんでしょうか。それじゃあ水をダブルで頼む。ロックでね。ウェイトレスはうんざりした顔で戻っていった。ちょ、片山も、やれやれってなってるわ。細かい。そっちの人は？遠山は片山の顔を見ながら言った。超日本印刷の片山です。片山は名刺を差し出した。印刷屋がどうして一緒にいるんだ。説明は後だ。時間がない。首をかしげる遠山の前に緑川は座った。とりあえず質問に答えてくれ。大沢健二という名前に覚えは。大沢？遠山は目を閉じて考えた。
おもこし製薬の研究所の所長だよ。遠山さんが噂の大将の創刊号で取り上げているはずだ。そう言うと遠山も思い出したようだ。ああ、製薬結構の記事か。あの記事の内容覚えてるよな。もちろんだ。俺を誰だと思っている。遠山は威張るように胸を張った。中央新聞社会部の元デスクだぞ。取材データはすべてこの頭に入ってる。それはそれですごい。それじゃあ大沢健二の妻が結婚前に付き合っていた男って誰だ？さらに聞くと遠山の目が点になった。おい、どうした？難しいクイズだな、それ。ねえ。え、クイズ。突然ですが、理科のクイズ。無色無臭で空気よりも軽く都市ガスなどで使用される和名で小気と呼ばれる気体は？ヘリウム、エチレン、プロパン、メタン。正解は次の時間で。真っ当なクイズ、これもしかして真っ当なクイズじゃん。でも都市ガスなどで使用されてるんならプロパンガスかな。正解は次の時間だ。ふざけているのか。取材した人間のデータは頭に入っているんだろう。は、入っているさ。ただ出てこないだけだ、引き出しがね。みのりかはがっくりと肩を落とした。頼むよ、遠山さん。借金が返せるかどうかはあんた次第なんだぜ。隣に座っていた花が冷たい視線を遠山に投げかけている。わかった。思い出す。思い出してみせる。遠山は腕組みをしてうなった。なんか、よくある名前だったような。佐藤、山田、どうですか？よくある名前ですよ。千秋が思いつくままに言うと遠山は静かに首を振った。失礼。みなみかわも加勢する。鈴木隆史、遠藤田中。遠藤かな？遠藤！お！お！嘘！ここからジャンプ？どうするんだよ。遠藤で合ってんのじゃ。遠山は眉間にしわを寄せてうなった。懸命に思い出そうとしているようだ。いや、違うなぁ。え？これなんて読むの？千代丹田？千代丹田！ん？千代丹田？それか？マジ？その時店内のテレビで渋谷の爆発事件のニュースが流れた。ワゴン車の中から男性の遺体が発見されました。男性の身元は製薬会社社員、田中守さん。田中守？テレビの声を聞いて遠山が振り返った。画面に男の顔写真が映し出された。うわぁ！その顔写真を見るなり遠山はひっくり返りそうになった。そうだ、こいつだ！田中守だ！全然違うじゃねえか！遠山が興奮した様子でテレビ画面を指さす。片山を見てます。大沢健二の妻が結婚前に付き合っていたのは、田中守だ！やっぱりそうなんだ。みのりかわの全身がそう気立つ。渋谷で起きた爆発テロの被害者とウイルステロの鍵を握る研究者が結びついた。ライターとしての感が確信に変わった。今大きな陰謀が渋谷に渦巻いている。これはもはやただのスクープではない。遠山さん。こいつは何が何でも来月号を出さないとな。あ。メロンソーダとかクリームソーダのサクランボっていつ食べていいかわかんないよね。みのりかわは大沢健二に調べた結果を電話で伝えた。あ、電話で？あまり驚いた反応ではなかったのでおそらくうすうすは感づいていたことなのだろう。肝心のスクープ内容に関しては少し待ってほしいというのでまた改めて電話をすることにした。何しろこちらも来月号の稿料時間が迫っているのだ。よし、ここで緊急の編集会議だ。みのりかわはテーブルを叩いた。会議？来月号では渋谷テロに関する前振りをしておく。これは美人双子姉妹の記事と差し替える。そして次の号で大沢健二からの情報を元にしてスクープ記事を飛ばす。遠山さん、何か問題はあるか？いや、ない。しかし来月号の残っているページはどうする？みのりかわはパソコンでデータを開いた。モニターに DTP で作られたレイアウトが表示される。
おお、バーニングハンマーの即売会レポート、監視カメラの取材、大笑いのインタビュー、この3つはレイアウトに原稿を流し込んで完成している。千秋の街頭インタビューも原稿を流せば完成だ。千秋、原稿はどうなっている？てかこの雑誌何ページなん？薄そう。すみません、もう少しです。千秋が申し訳なさそうに言った。どうやらまだ書くのに苦戦しているようだ。レイアウトのままになっているのは KOK の記事も同じだ。こちらは取材も済んでいないので千秋の街頭インタビューよりも遅れている。しかし渋谷伝説のチームである KOK のたまり場は掴んでいる。アポなしの突撃取材にかけてみるしかない。そして渋谷テロに関する前振り。ここはレイアウトも何もない。完全に真っ白だ。一か八かの突撃取材でゼロからの記事作りをあと1時間ちょっとでやらなければいけないということか。やばい、千秋と2人でやるには不可能な作業量だ。どれどれ、どの程度できているんですか？片山がパソコンのモニターを覗いてきた。見れな。宮井川は当ててモニターを隠した。こんな白紙の状態を見られたらもう待ってくれなくなるかもしれない。何パーセントできているのかぐらい教えてくれてもいいでしょう。何パーセントか？それはお前、100% だ。100% なら完成しているということじゃないですか。だったら今すぐにデータをくださいよ。違う違う、やる気は 100% あるってことだ。そうだそうだ。何わけのわかんないこと言ってるんですか。片山は呆れた顔をして自分の椅子に座った。もう自分の椅子としている。みのりかは、さっきも聞いたがなんで印刷屋がいるんだ。遠山が不安げな顔をする。結論から言いますと、考慮時間が7時に変更になりました。ちょ、次回予告みたいな出方するな。片山が横から言った。ええー、無理だ。渋谷テロに関する前振りは誰がやるんだ？遠山が緑川と千秋の顔を交互に見た。誰がやるのかな？やっぱり無理だ。人が足りない。考慮に間に合わん。遠山さんは？いるだろう。人なら。緑川はビシッと指さした。遠山さん、あんたが書いてあんたがレイアウトするんだよ。ええー、ヘブン出版はあんたの会社だろ？自分の力で守らないでどうする？遠山はうなだれて何かを考えているようだった。何？今から現場に行ったところで、もうあらかた取材された後だ。何も書くことなんて見つからんよ。そんな、ちょっと、店内で、娘さんが見ているのに。どうして諦める？床に倒れた遠山を緑川は睨みつける。大手マスコミでは書けないようなネタを世に送り出したかったんだろ？だったらあらかた取材された後でも関係ないじゃないか！いい BGM。万感の思いをぶつけるように叫んだ。諦めるなよ！簡単に諦めるなよ！修造、探してこいよ！あんただけにしか書けないネタを！みのりこは、遠山はちらりと花の顔を見た。ちゃん花。花の瞳もまた何かを訴えかけているようだった。そうだよ、一人で商売とかしてんだよ、花ちゃんは。あ、チョキ。そうは言っても、状況はかなり厳しいぞ。言葉とは裏腹に遠山はにやりと笑った。でも、燃えてくるだろ。みのりかわも静かに笑って答えた。ああ、燃えてくる。その顔には頼もしさが蘇っていた。それでこそ遠山さんだ。すまなかった。お前には迷惑をかけっぱなしで。だがもう大丈夫だ。遠山は勇ましく立ち上がると花を連れて喫茶店から出て行った。遠山さん。気をつけてね。本当は笑って別れるほどの余裕はなかった。遠山が往年の力を発揮したとしてもあと1時間という時間はあまりに短い。しかしそれでもやってくれる。遠山は絶対に記事を書き上げてくれる。花のためなら彼は何度でも立ち上がるはずだ。遠山と花の後ろ姿を見て、緑川はそう確信していた。仲良く手をつないだ二人はすぐに人混みの中に消えていった。